さないレベルなんですか。でもあれフロントだけ何かするにしてもこっち側に仮説がないと何の意味もないんですかね。自身の年収上がっていきますし、年収が上がればまあ時間をお金で買うこともできますし、僕はやっぱ元気な人間なんでそういった面があるかなと思いますね。私リクルートの仕事を今やってる仕事多分5年後に半分ぐらい AI に取ってくれると思ってるので。なるほど。そうですね。なのでそこを埋めるには何したらいいかっていう。フジテレビ清水俊宏のハッシュタグ仕事好きリーダーたちの思考法。まずはゲストの皆さん、パネリストの皆さんを紹介していきたいと思います。一番奥、まずはパーソルビジネスプロセスデザイン執行役員小野陽一さんです。よろしくお願いします。新卒でパーソルプロセス&テクノロジー株式会社に入社し、 IT 業界中心に営業企画サービス開発の支援を行ってこられたそうです。その後関西支社の立ち上げ、 ICT アウトソーシング事業の変革、ドローンビジネスの立ち上げなど既存事業の変革と新規事業の立ち上げ、それぞれを経験されてきたということで、現在はチーム強化メソッドコロプスの責任者をされていると。今日実はイベント2回目なんですけど、前回の時はパーソルプロセス&テクノロジーだったのが社名が変更されたんですよね。はい、先ほどもちょっと言い方を状況に変わりましてですね、パーソルグループの総合人材サービスを展開してますけれども、10月からですね、いわゆるこうアウトソーシング BPO をより強化しようということで、BPO を生業にしている何社かを統合してですね、新しい社名になってスタートを切るというような形でございます。で、僕はかれこれ入社してからその社名が多分ですね4回ぐらいでございまして、でその中で結構いろいろと昨日までいろいろか分かんないですけども、なんかいろいろ自分自身もこう学びながらそのやってきたなと思います。なんかそんな視点も含めて今日はいろいろお話できたらいいなと。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてちょっと順番ちょっと飛んじゃうんですけど、はい、小宮山さんを紹介させてください。リクルートスタディサプリ教育 AI 研究所所長の小宮山理恵子さんです。リクルートの小宮山です。はい、お願いいたします。最近は東京海洋大学の大学院に合格をされたと。そうですね、来年の春から水産流通について勉強したいなと思っておりまして、はい、リクルート在職しながら海洋大学に通うなるほど、やっぱり学ぶ大切さみたいなあたりをたくさんちょっと聞ければなと思っております。そして真ん中 YouTube のプログラミング学習、チャンネルとしては登録者ナンバーワンを誇る YouTube チャンネルキノコードでおなじみ、テクノロジー&デザインカンパニー CEO の浦上康弘さんです。あと祖先がハテナになってますけど、はいはいはい、キノコードという名前は私しか木の貫之の子孫で、それで、キノコードというふうな名前でやっている。へえ。というなんか本当になんかそうそうたる面々でお話をできればなと思っていて、本当にリスキリングも興味ある方が当然ここに集まっていると思うんですけど、なんでやるんだろうっていうのを改めて聞きつつ、それやることによってどう活かせばいいのみたいな話、それからそもそも何やればいいんだみたいな話を聞いていればなと。日本の学校教育ってこれまではできるだけ失敗が少ない方がいいとか、できるだけ効率的にやった方がいいとかっていうのがやっぱり主だったんですね。だけどもこれからの時代、一つの正解じゃないとか正解がわからない時代には、この左上の方の知の探索の方がより重要で、どういうことかっていうと失敗が多かったり無駄に見えることっていうのをやっていきましょう。で、今私47歳なんですけども、はい、多分皆さんの段階もまだまだこっちが多かったと思うんですよね、教育の現場で。なので意識してこっちやっていかないとちょっとこれからの時代生き抜くの難しいかなというふうに思っておりまして、プライベートで何をやってるかというと、アナログとかリアルのことばっかりやってるんですよね。私リクルートの仕事を今やってる仕事多分5年後に半分ぐらい AI に取ってこられると思ってるので。なるほど。そうですね。なのでそこを埋めるには何したらいいかっていう。東京海洋大学に入学をされているのはそれ漁業の勉強ですか。それはですね、水産流通の勉強ですね。めちゃめちゃ地方をかける漁業とか漁業を起点にした地方活性化めちゃくちゃ楽しいなと思ってて受けてました。なるほど。そこ行くとプログラミングとかはやっぱすぐ役に立つものっていうことはもちろんあると思うんですけど、やっぱり知の進化のリスキリングとして学ぶものなんですか、それともこの知の探索にとっても有効なんですか。僕自身としてはリスキリング結構短期でやるべきだと僕は思っているタイプで、はい、明日の仕事に生かせるスキルを身につけることが、僕はおすすめだと思っています。でそれはどうしてかというと、そうするとやっぱり市場価値というか自身の年収上がっていきますし、年収が上がれば
まあ、時間をお金で買うこともできますし、と僕はやっぱ元気な人間なんで、そういった面があるかなと思いますね。なるほど。小野さんどうですか？そうですね、あの組織は生産性のためっていうのは僕もめちゃめちゃあるんです、ね、うん、ただその時にやっぱ僕大事にしなきゃなって思うのは、そういう人たちにどうそのリスキルした力を発揮してもらうような仕事のこうやり方とか整えるかとか、その辺をすごい大事にしなきゃいけないなっていうふうに思いますね。で個人の方はそうですね、だいぶ振り切ってらっしゃる練習っていうか、それもあるなと思いますけど、まあ一応あの人材企業なので、ビジョナリーに言えばキャリアをこうどう引き立てるのかっていうことにもやっぱりすごくあの生きてくるんじゃないかなっていうふうに思います。それが結果として市場価値が上がって年収が上がるとか、まあそういうことにもやっぱつながってくるのかなと思いますので、そういった意味においてはやっぱりそのキャリアを開くってなると、やっぱりその地の進化探索のようないろんな経験をして、やっぱりこれまでのキャリアに培ったスキルと経験と新しいものを組み合わせて自分がどんな付加価値を生み出せるのか、そんなことを考えてくるんじゃないかなと思いますね。はい、これ本当にでもどうやってリスキリングやってるのかなっていうところで、リスキリングまあやった方がいいことは分かるけど、なんかこう目の前で年収がすぐ上がりますって言われたら多分できる気がするけど、好きなことからやりましょうとか、こう将来のきっと役に立つはずだからやりましょうみたいなんだと、こうなかなか一歩踏み出せないみたいな人がいるかなと思うんですけど、その自分が好きなことしかやってないんだ。なるほど。今皆さん好きなことやってます、さっき上でもお話聞いて、うん、あの本当にすごいなと思ってたんですけど、なんか僕は好きなことっていうことをちょっとネガティブになんか疑問を感じることとかですね、はい、なんかムカつくこととか、なんかそういうことが入っていっても面白いな。僕は結構そういうタイプで、うん、でもそういうのも結構リスキルのきっかけになると思うんですよね。だからなんかリスキルっていうと、なんかよくアップスキルと混在して、うん、普通に目の前で困ってることを解消するために何か学ぶとか、まあ、体験するとか、うん、なんかそういう動きでもいいんじゃないかなってなんか個人的には思います。うん、どんどんこうリスキリングを自分自身でやっていくために、こう組織で何かこうやってあげられることとかってあったりするんですかね。そうですね、あの僕らと2つあるなと思っていて、先ほどやっぱ組織としてやっぱ目標を決める、しかもちょっと高い目標ですね、うん、でそれやっぱり組織としての目標設定と、まあ、手段の設定みたいなのが結果として社員のリスキルを促進するみたいな。でもう一つからやれやれ言われるだけだとみんな嫌になっちゃうと思うので、やっぱりどれだけそのスキルを生かしてその目標に向かって成果を出したとか改善したかとかって言うんですけど、もうこうプロモーションしていくかみたいなことがこう継続的にこうリスキルというか学習続けるためにお組織がしてあげるべきことなんじゃないか。だから例えば社内の表彰とかもちょっと恣意的ですけど、そのプログラミングとか始めた時はちっちゃくてもあの売り上げが大きい人よりプログラミングでちょっとの改善しちゃう人みたいな人の方を意図的にプロモートするとかですね、結構意識的にやったりしてて、まあ、結果よかったのかな。それがなんか組織強化メソッドコロプスみたいなところに書いてあったりとかするんですか？そうですね、あのちょっと振っていただいてコロプスやっぱり大事なのは、その人たちが例えばリスキルするっていうことは、例えばですね、元いた部署から違う部署とか、まあ、違う会社に移ってみたいなことが、そのスキルを生かすっていう行動だと必要なわけじゃないですか。でその時に結構大事だなって思うのは、スキルそのもののアンマッチで組織で成果であんまないと思うんですよ。あのルーダーを提供しているところが毎年あの転職リビューランキングっていうのを出してるんですけども、ランキングの1は給料が低いんですね。でこれはまあもうそうだよなって感じじゃないですか。で2番目が雰囲気が悪い、3位が人間関係が悪いんですよ。全然スキルとかがあんまり出てこないんですね、下の方まで。人間関係とか雰囲気とかふわっとしたことが言ってますけど、それって僕ビジネスチームにおいてはほとんど仕事の進め方だと思うんですよね。なんか会議の資料は前日までに送れるとか、そういった仕事の進め方を置いて、そういう共通言語を作っていく、こういう進め方だよね、これがいい仕事の進め方で、ね、うちの部署でとか会社でとかっていうことがすごい大事かと思ってまして、むちゃくちゃ長くなりましたけど、そういうのをあの今のあの私の研究してですね、あの皆様にこうメソッドとして提供するみたいなことをしてます。なるほど、はい。浦上さん、あの、まあ、年収が上がるってことですけど、僕文系であの、まあ、AI あの好きなんでよく使ってるし、あのすごい大事だと思うんですけど、僕も Python とか勉強した方が、僕が勉強してもなんか年収上がる感じはあんまりないような気もするんですけど、やった方がいいですか？もともと僕もあの文系出身なんですね、はい、うんうん、あの法律で勉強していて、まあ、司法試験失敗して、それで遅れて社会人あのスタートして、すごいこう最初苦労しました、うん、で、まあ、プログラミングの勉強した方がいいのかっていうと、まあ、それはもちろんした方がいいです、はい、
で、それで言うと今やっぱり一番最初に今皆さん やられた方がいいかなと思うのはやっぱり生成 AI ですよね、うん、まあ、サイバーエージェントは今業務の 60% 削減するって言っているのでまあ、あのどんな仕事であっても生成 AI 使えばある程度は結構業務効率化できるので、まあ、プログラミングの前にまず生成 AI などを勉強されて生産性上げていくっていうのは、まあ、個人的にはおすすめです、うん、あれなんですよ、あの体を使った仕事っていうのがやっぱりこれから重要になってくるなと思ってて、うん、その生成 AI が出る前のレポート、まあ、近世とかロボティスとか見てると、うん、そのまあ、体を使った仕事の人たちの割合がどんどん AI に取ってこられるみたいなのがあったんですけど、うん、生成 AI が出てから思いっきりそれ逆転したんですよね。そのオフィスワークやってる人がやっぱりどんどん取って代わられちゃうっていう話があるので、うん、なのでそっちの五感を使った体験っていうのがこれからより重要になってくるんじゃないかなって実際に思います。あ、実際何かやってみるっていうのが非常に重要だと思います。今実際いろいろやられてる小宮山さんですけど、もう今すぐこれやった方がいいよっていうのをちょっと皆さんに言うとしたら、まあ、好きなことやれっていうことに結局なるのかもしれないですけど、そうですね、どうですか。あのすごく有名なのジョブズのスタンフォードのドットを使って、はい、自分で置き換えて言えるっていうか、もう分かったのがドットはみんなあるんですよ。で振り返ってみてめちゃくちゃみんなあるんですよ、持ってるんですけど、メタ認知力がないとそれがどうつなげられるかっていうのが分からなかったりするんですよ。なのでメタ認知力をどうやってつなげればいいかっていうと、例えばいろんな場面、コンフォートゾーンをちょっと抜けてみるだとか、私みたいにいきなり寿司に行くと大変なので、ちょっと自分の仕事以外の隣の部署のことをちょっと覗いてみるとか、隣の町のことを覗いてみるとか、隣のコミュニティを覗いてみるとか、それだけでも多分視点が増えると思うんですよね。思考は現実化するとかってね、よく言われたりしますけど、はい、その現実化する度合いがみんな一人一人違う理由って、多分行動量なんですよ。インプットはみんなめちゃくちゃしてるんですよ、うん、プラス行動量があることで、その目の前の現実化の解像度が上がるんじゃないかなっていうふうに思います。こう AI とかプログラミングの専門家としてどうですか。そうですね、ちょっとメタ認知っていう言葉が結構こう、はい、あのなかなか捉えづらいところはあるんですけれども、はい、うん、一つ違ってるかもしれないですけど、はい、やっぱり技術のことを知らなければ、はい、メタ認知できないなと思っていて、はい、その知らなければ新しいアイデアも生まれないし、うん、なので、まあ、あのデジタル技術って大きく3つでできているんですね、うん、データベースとプログラミングと AI でできているんですけれども、やっぱりこれらの深い知識がないと、メタ認知もできないし新しいアイデアも生まれてこないので、まあ、文系理系問わず私はそういう技術の勉強っていうのは、まあ、必要なのかなと思っています。なので理系文系問わず、あのそういったスキルを身につけることの大切さっていうのは私はそう考えてはいます。うん、はい、あの僕一つその何を学ぶかね、やっぱりさっき体験の話はすごい大事だと、うん、AI 時代だからですよ。で AI って本当すごい便利な、もう想像つかないレベルなんですか。でもあれフロントとかに何かするにしても、こっち側に仮説がないと何の意味もないんですかね、うん、だからいわゆる仮説とか叩き台みたいなの作れるスキルが AI 時代でめちゃめちゃ重要なんじゃないかなっていうふうに思っていて、で AI 時代で叩きですけど、叩きって何だ、仮説なんだっていうと、やっぱ疑問を持つことから始まりだと思うんですよね。だからいろんなことを体験して AI のことも知って価値観を持つことで、こういろんな叩き台とか仮説が生まれる。それがないと AI 使う意味がないんですよね。なのでそういう価値観を変えて叩き台作るために体験っていうのもめちゃめちゃ必要だなっていうふうに思っているので、何を学ぶかよりもっと大事なんだよっていうふうに思いました。フランクさん、AI をやりたいみたいな人多分すごくいると思うんですけど、こういうことから始めましょうみたいなのって、でこういう使い方がありますよみたいなことって何かありますか。実際に触ってみることですね。なるほど、うん、まあ、なので、まあ、先生やればフロントエンジニアにフロントを触ってみることとか、うん、まあ、それも体験することかもしれないですけど、あの元々学んだことをどんどん活かしてみること、体験してみることっていうのは大切です。なので AI、あの触ってみること、実際にやってみることが大切だと思います。もちろん触ってみることが大事だと思うんですが、あのコースラっていうプラットフォーム、オンラインの学習プラットフォームがあるんですけども、日本語で全ての人のための AI っていう授業があるんですね。それまで無料で使えまして、もともとスタンフォードで AI をやってる先生が超わかりやすくやってるんですよ。で今までの動画コンテンツってすごくその集中力書いたりだとかつまんなかったりするんですけど、めちゃくちゃお金かかってて分かりやすいので、もしよかったらそれを見てみると AI とは何かが始まりますので、参考になるかなと思います。
これから学んでリスキリング何かって言われた時にいつも迎えてるのが人でしかできないことに私は注意した方がいいと思うんですよ、うん、でどん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 こう取って代わられるわけだから、うん、じい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 されるので人間でしかできないことって何かっていうのを頼もしした方が私はいいんじゃないかなと思います。はい、 AI の活用法もし一言何かあれば。そうですね、私はあのスキルの冒頭お話しあって掛け算だと思っていて、うん、皆さんもうすでにあの専門性を持っていらっしゃると思います。例えば営業であったり経理であったり人事であったりそれらに対してやっぱり DX スキルを掛け算してあげることっていうのがあの私はあのお勧めしていますし人材系の会社さんとお話しするためにはあのよくそういう話は聞きます。なのですでに持っていらっしゃる専門性に DX スキルを掛け算されることっていうのはあのおすすめですね。あの AI 使い物だと思ったら本当に仮説作れるようになった方がいいと思います、うん、そちらに案がないと本当に何も返ってこないのでもちろんプロンプトだとか API の開発だとかエンジニアリングを学ぶっていうのもそれをより高度化させる上では重要ですけどもベースはやっぱり問いを立てる力みたいなことを AI にこれからもっと活用したいって思われるんであれば先に磨いた方が僕はいいかなと思います、うん、はい、本当に、貴重なお話をしてくださった3人に皆さん、改めまして盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。先の見えない VUCA時代、組織に本当に必要なのはチームワーキングのリスキリング、アップスキリングではありませんか？そこで、生産性を高めるチームワーキングフレームワーク、コロプス。パーソルビジネスプロセスデザインが1600を超えるチーム運営から生み出したより良い仕事の進め方を学んでみませんか。コロプスで新時代のチームワーキングを。働いて笑おう。パーソル。